気持ち的にはどうなんでしょうか。先ほどのリポートで失うものはもう何もないんだというようなリポートがね、ファイターズのサイドにはあるということだったんですが、いや、それはあると思いますね。そうですか、はい、ですから、まあ、自分たちの野球を やるだけというふうな、まあ、本当に勝たなくてはいけないというプレッシャーがないですね。あ、そうなんですね。まあ、一方ホークスとしてはやはりリーグを制覇したチームですから、当然日本シリーズに進出するというふうなやっぱりこう感覚はあると思いますし、まあ、絶対に村選手たちもリーグ優勝したチームは日本シリーズに出るんだという強い気持ちはあります。ピッチャーの足で当たって一塁はアウトです。近藤がうまくフォローしました。今宮の当たりは上沢の足に当たったんですが、打球がその足に当たったことで変わりました。そして三塁方向に転がって近藤が素早く処理しています。岩さんはベンチに向かって足は大丈夫だと笑顔を見せていました。この辺りはやっぱ 大事にいかなくてよかったですね。そうですね、こういう大事なゲームで先発ピッチャーがこの序盤で、ね、まあ、緊急降板するってことになるとちょっと流れは良くありませんからね。はい、